そもそも何歳の時に FC シス作ったんですか。25歳ぐらいで会社をアメリカのラスベガスに登録して、アメリカで作ったんですか、いきなり。そうなんですよね。まあ、そもそも中級の時からロサンゼルスに留学してたんで、はいはい、それで向こうの学校卒業してからなんか仕事でも知らないかなと思って、就職もないやなと思って自分で会社始めて、FC2 作って、はいはい、今だって FC2 日本で知らない人いないぐらいのサービスだと思うんですけど、いやいや、トントン拍子に行ったんですか。最初の頃はもうめちゃめちゃ苦労して、どういうとこ苦労したんですか。いやもうお金もないし、はい、人脈もないし、はい、何もないところで一人でやってるから、自分で作ったんですかあれ。あ、そうそう。すごいっすね。ドメイン販売したりとかレンタルサーバーやったりとか、はいはいはい、分かりづらいかもしれないですけど、はいはいはい、大事なサービスもね。FC2 のじゃあ全盛期はめっちゃ儲かりました。まあまあ警察に目つけられるまではまあすごい勢いで、まあすごかった。売り上げどんくらいあったんですか。売り上げはもうお金いっぱい入りすぎ、まあ、その時お金入りすぎたお金入りすぎたすごい勢いで入ってくるな思って、これもう、はい、まあ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 いろんなもの投資してもう一気に大企業にしようと思ってたんで、その時はね。これでめちゃくちゃ離れたらもうやけっぱちになる性格やから、あ、まあ、いいやみたいな。じゃあもう飲みましょう。飲みましょう。じゃあレモンサワーください。なんでじゃあ高橋さんはアメリカとかドバイにいるんですか。だからまあ日本に帰られない。日本に帰れないんですか。帰ったら逮捕になっちゃうんですよね。待って、とんでもないことさらって言いましたこの人。どういうことですかこれ。まあだから普通に指名手配されてて。指名手配中なんですか今。マジっすか。俺何も知らんかったそれ。何指名手配されてるんですか今。特別な指名手配。特別指名手配。この国際海空港手配って言って、はい、日本の空港に入った瞬間に行われる。じゃあもうドバイから出れない。日本行かなかったらどこ行っても大丈夫。日本に帰れなければ OK よ。日本に帰れなければね。8年ぐらい帰ってないけど、もういろんな国行って、プロで旅行したりしてるけど、一回も捕まったもんね。じゃあ逆に言うと、日本に帰るとアウト。日本に帰るとアウトらしい。まあ、旅行したこと言ってるんで。日本帰りたいとか思います。あ、めちゃめちゃ帰りたいです。帰りたいですか。親もね、年なんで、とにかく親と一緒に暮らしたいなと思って、今は。親父も、ね、亡くなっちゃったんで、母親一人で暮らしてるんで、母親と暮らしたいなと思って、あと最後っていうのは、母親73なんです。それ死ぬ、何の容疑なの。何の容疑、ね、何なんですかね。まあうちで動画共有サイトやってて、はい、YouTube みたいなサイトやってるんですけど、 YouTube みたいなサイトでユーザーが投稿した動画をまあみんなで見れるんですけど、 YouTube と違うのはアダルト見れるんですよね。その投稿したアダルトの動画が良くない動画やっていうことで自分が悪者にされてるんですね、まあ、簡単に言うと。それは悪くないですか。それはもうアメリカの法律は全然悪くないんですけど。あ、そうなんだ、はい、まあ、なんか知らんかったわ。まあ普通知らないでしょ。そんな国際指名手配受けるような、はい、ある種こう悪いことをしたわけですよね。いや全くしてないと思ってるんですけどね、自分ではね。それってどういうことなの。まあそもそもアメリカの法律ではもう絶対大丈夫っていうことしかしてないんですね、自分はね。じゃあなんか法律を破ろうとかそういうふうに思ってなんかやってたわけじゃないか。あ、全然そう、法律遵守です、完全に。法律遵守、アメリカの法律遵守です、遵守ですね。はいはいはい。アメリカの法律を遵守した結果、はい、アメリカでは OK なんですか。アメリカでは完全に OK ですよ、もちろん。日本の警察とか、まあ、そもそもはドワンゴって会社があるんですけど、はいはいはい、そこがうちに目をつけて、うちがまあしょっちゅう揉めてたんですよね、なんか裁判。でそこの会社はまあ警察の OB とか政治家の OB とか、まあ、下りでずめっちゃ入ってて、はい、会社もすごい大きいんですよ、一部上場企業は。角川なんですけど、角川か、はい、角川は僕本出してるんで決まってるんですけど、まあいいや。とんでもないで大きい会社なんです、はい、すごいパワー持ってるんですよね、はい、なんかそういうところがまあ警察を動かして地を攻撃してくるんですよ。そんなことできますでも。できるんですよ、そんなの。あそこまで大きい会社になると思う。そもそもそういうことをこの間そこの社長の川上さんとも話してるんで。話したんですか。その話もしたんですよね。彼がもう京都府警を動かしてやってますよ。そうです、そうです。それやめてくれって言いました。いや言ってますけども、どうにもならないですよ。もう向こうはうちが嫌いすぎて、もうとにかくもううちの会社が嫌いなんですよ。それ和解はできないですか。もうね、散々話したんですけど結局無理で、どうにもならないわけですね。和解したかったんですけど、自分はもう揉め事大嫌いなんで、できたら和解したかったんですけど、でまあガーシーさんにも間に入ってもらっていろいろ喋ったんですけど、結局無理になっちゃったんで決裂ですね。まあ、そもそもは最初は、うちはブロマガっていうサービスがあったんですよ。十、はい、何年前なんで、もうものすごい昔なんですけど、インターネットがほとんど無料だった時代だったんですよね。お金払わない時代だったんですけど、はいはいはい、その時に有料で記事を販売するサービスが思いついたんですよ。はい、
あ、これすごい画期的なサービスやなって思って、でブロマガっていう名前つけてそれを出してて自分のところでやってたんですけど、そのしばらくしたら同じサービスをドワンゴ、まあ、同じ名前で始めたんですよね。それでまあまあサービスの真似するのはしょうがないけど、名前ぐらい変えてほしいなと、名称ぐらいね。それをクレームしたら全然変える気もなくて、しょうがないから裁判するしかないなと思って、そこで訴えたことが始まりだったんですよ。そこからもう確執ができちゃって、どんどん拡大して今のような。え、何年ぐらい確執あるの？いやもうそれいつでしたっけね、もう10年弱ですかね。じゃあずっと争ってるんですか？そうなんですよ。そうなんだ。いろんなこと争い出してもうめちゃくちゃなっちゃって、まあ、うちは弱小企業なんで、向こうの一緒にすごい大きい大会社なんで、ボコボコされてとんでもない目になりましたよ、はっきり言って。でもね、もうそこからおとなしくしてたんですけど、警察も怖いですし、おとなしくしてたんですけど、格安さんになっていろんなことしてんなと思って、自分はすごいね、強大な敵と戦ったりとかしてて、自分も感銘を受けたっていうか感化されて。ああ、そこで繋がるんだ。そうなんですよ。もうそことは言ったのか、もう自分も何ももう全部なくしたし、ね、自分も待ってなくしたんすか？なくしたしか、もう家族もね、もうみんなバラバラやし、どっちでも会社もなくしたし、まあね、まあ、小銭ぐらい持ってますけど、もう何もないし、まあ、言ったのかみたいなね。そういうもう、じゃあ第二のガーシーモードになってるんですか？そうなんですよ。もともとね、平和主義なんですけど、こんなおとなしい人だからどうせやられっぱなしやし、どんどんやられたらアホらしいなと思ってたんだね。アジア、日本も帰れてないし、どうせ日本も帰られへんし、向こうでドバイで暮らしながらもガーシーさんにくっついてって、めちゃめちゃ頼りになるし、めっちゃいろいろやってくれるし、もう頑張ろうかなみたいな。で、ここからじゃあ YouTube とか やって、そうですね。影響力やっぱつけないといかんなと思ってます。影響力をつけて先に何があるの？影響力つけてやっぱそのドワンゴと戦っていくことが、うわ、そこに繋がるんだ。そうなんですよ。すげえな、なんかこれはすごいわ。高橋さんももうお金じゃないと思うんで俺、はい、高橋さんでもお金小銭しかないって言ってました。そう、高橋さんだからもう数千億しかないんじゃないですか。まだまだ失うものありますね。まだまだ高橋さんは小銭やから、そうそうそう、数千円ってありますけど、これからしたらもう110円しか持ってないから高橋さんに戻ってもらわなかった。わかりました、はい、ありがとうございます。高橋さん、ありがとうございます。なんかちょっと Twitter でバチバチしちゃったんですけど、やっぱ話す人間って分かり合えるし、そうですね、いいとっすね。はい、これからもよろしくお願いします。お話やんな。はい。